よ。うれしそう。今日も午前中は、ジョリ上げの試合を見に行って練習もしてきました。で今下関の方にハムスター用 あのポカポカ保温シート、それを買いって今帰ってきました。で今からちょっと放置してた庭の片付けをしたいと思います。じゃあ片付けたらもう一回撮影します。オクラ片付けました。さあちょっとぐるっと一回りしてきます。キュウリはまた後回しですね。でこっちが大失敗したトウモロコシの根ですね。もう全然台風で倒れてたし、その前からもう枯れてたんで大失敗です。熱い。ちょっと多めにぬかまいて混ぜて来週ぐらいまで放置したいと思います。で裏庭の雑草も片付けたし、ちょっとね苗が残ってるんで大量に、なのでここのもうナス、ウネヒと1個ちょっと1箇所片付けました。で雑草はこうやって、ちょっと土盛り足りないんですけど、雑草堆肥として使えるようにちょっと土もこちらちょっとだけ持ってますけど、もうちょっと土後でかけます。ほいでちょっと進展があって、裏の昨日畑寄ったとこですね、そこを農家さん、裏庭のおばあちゃん聞いてみたところ、ああこううちよって言って、手前の2箇所そこが3段ぐらいあるらしいんですけど、その隣もう1個隣が1段2世ぐらいあるっちゃったかな。そっちは裏のおばあちゃんのとこで、その横は親戚の人の土地だそうです。なんか不動産関係をしているそうなんで、そっち今度行ってみてんちことで、なんで、おばあちゃんの方はなんかあいいよって言ってくれて、田んぼなんであれですけど、田んぼからの畑に転用しないといけないんですけど、堆肥とか入れて来年夏とか使えればいいかなとは思うんですけど、でも田んぼの中でも乾きは早い方って言ったんで、いいかもしれないですね。そこでおばあちゃんのとこは借り出たとしても1段2世しかないんで、で こっちの方が影面積がちょっと足りないんで、あと1段8世かだっけ。その手前2段、3段のうち半分じゃないけど、できれば両方借りたいですけどね。両方が借りれるようになれば、条件クリアと思うんですけど、とりあえずは1段2世、そっちのおばあちゃんとこは使ってもいいよというふうに返事いただいたんで、ちょっと一旦見に行ってやってみたい、一旦見に行きたいと思います。あら、生きるが来た。何でしょう。どうさん。ちょっと待って。そんな感じです。一応進展があったんで報告です。行くよ。疲れた。今日の作業は、終わりです。ねえ、眩しい。眩しいよ。暗い。映らんや。暗い。はい、いいよ。ライト持ってきてくれる。いや、これでいい。いいよ。はい。はい。できるだけあそこを練習した。うまいよね、いきる。ハサミでもう夏しかも使えないやつをもう切りました。あと裏にあるいるやつはあっちに入れました。でお兄ちゃんたちはチクドッキュしてる。そんなんはいいよ。あとは閉めて。
で締めてっていうのはあれよ、いつものやつよ、最後。うん、ぽい。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。